総会塾の久保です。8月31日なんですけどまだまだ暑いですね。で、今更なんですけども、こういうねタオルがあるのを皆さんご存知かなと思いますよね。水に濡らして首にねこうやるとこうヒヤヒヤっとするやつなんですけども、これはね今回極めつけで5枚セットで売ってたんですけども、ちょっといいです。やり方はすごく簡単で、こうやって水に浸すでしょうね、こうで、これを絞るんですよ、軽くね。まあ、ギュッと絞ってもいいんですけども、ギュッと絞りますよね。で、あとはね、これをね、こうやって回すだけ。はい、こんなもんでいいんじゃないですか。そうするとね、くるくると回したこれ、このタオルがなんとね、氷点下なんですよ。むちゃくちゃ冷たいんですよ、なぜか。いや、一気に汗引きますよ、これで。まあ、だから、夏の暑い車に乗る前ってのは、もう最高ですね、これね。うん、まあでもちょっとメイクがね崩れちゃいけないなっていう女性の方とかは、首筋にこう冷たいのを当てたりとかね、あとまああのここ T シャツの上にバッとかけていくとか、肌の上にこうやるとほんと冷え冷えで一気にね50度ぐらい下がるんじゃないですか。それオーバーですかね。まあこれね5枚セットで3000円か4000円ぐらいだったんで、まあ1枚700、800円検討なんですけども、まあおすすめですよ。すごくいいです。5枚セット5色セットでございます。どこだったかな、いいものクラブじゃないや、ちょっとね、あの動画概要欄じゃないや、あそこに URL 貼っときますので、おすすめです、これ。すごいいい。